おはようございます。小林です。非常に暖かくなりましたね。週末にかけて気温がどんどん上がってくるんですけども、まあ、きっと最後の、桜かなと思います。桜皆さん楽しんでます。もう一度ぐらいこう楽しみたいものですね。今回ですね、先日、モンブランのショップに行ってインクの、美しさにまた魅了されてしまいました。もちろんちょっとまあインクで、まあ、6,800円、高価ですよね。まあ、限定色ということなので、まあ、どう楽しむか、あるいはそこまで買うべきかどうかも含めてですね、ちょっと今楽しい悩みの一つに、取り組んでいます。やはりも、万年筆、最近ではですね、ラミー2000がほとんど対応していますけども、やはりラミー2000の代替色、こちらも本当に、まあ、他にない色かなと思うんですけども、今回ショールームで、試し書きをしてみるとですね、こういう色合いもですね、まあ、ラミー2000に試したいなとかですね、いろいろ想像しました。で、もちろんこちらの安価な万年筆もそうですし、グリフィルの万年筆、こちらもですね、まあ、そろそろ、色をまあ変えてですね、楽しむ一本になりそうです。ちょっとそのインク選びをですね、まあ、ショールームを思い出しながら、考えたいと思います。よかった。なかなかまあ使う機会っていうのはないかなと思いますね。特に日本人はですね、万年筆に非常にまあちょっとした抵抗があるかと思います。まあその人として高価なもの、そしてまあ書くのに慣れていないというんですね。海外ではですね、もう小学校から、まあ、今はちょっと、ボールペンとかいろいろ使っていいようになってるんですけども、一昔前は万年筆が小学生から主流でした。なので、海外の方は万年筆で書くというのはなかなか普通なことなようですね。今回はですね、まあ、いい配色の出会いがあってですね、まあそれからどう選んでいくかっていうのをちょっと考えながら日々を暮らしています。この安価な万年筆、パッと見るとペリカンのようなフォルムですけども全く違います。しかしこれはこれなりで、書き心地は最高なんですね。で、まあ、今回インク沼としてですね、どう選ぶか、これも一つの楽しみの時間ですね。いや本当にこの安価な万年筆、インクフローが素晴らしくて、そしてこの文字の、インクの量ですね、太さ非常に最高です。もちろん安価なので鉄ペンですが、私はちょっと鉄ペンにも慣れてしまっているところがあって、一時期、バーバリーの金ペンを使ったんですけども、どうも柔らかすぎてですね、合わなくて、ちょっと今は全く使っていませんが、いろいろ、ペンの対してこだわりというのは誰しもあるかと思うんですね。まあ、軸の太さもそうです、そして質感もそうです。いろいろな、ものを試してやっと
一歩に出会うっていうのが万年筆かなと思います。まあ、いきなり高価なものを買うよりはこうして安価なものから試して、まあ、これでいいのか、もう一本のグリーフィルの太軸の方が好きなのかよく考えてから、購入されるかな方がいいかと思います。そして今回はインクの色ですね。思い出すとまずは赤でも2色あったんですね。まあ単純に赤といってもまあワインレッドまでは濃くないですが、非常にそれに近い風合いの赤、そしてこれよりも少し、濃い赤がありました。まあ、この2つといえば最初の赤ワインレッドではないんですけども、非常に美しい赤はですね、これも一つ買いたいなと思ってしまった一つですね。そしてその次に緑を描かせていただきました。これも深い緑でしたね。深い本当に心地よかったです。さすがにですねこの赤っていうのはなかなか日頃から、まあ、使わないかなということで、ポイントを書きましょうかね。最初の赤は、まあ、10ポイントマックスだとして、結構高めですけども、まあ、7ポイントぐらいですね。そして少し濃い赤、これはまあ4ポイント。そして緑ですね、これもですね使い方上は非常にいいのでまあ8、9に近い8がポイントを占めています。そしてその次にってのがアツール、アツールどっちですか、ブルーですね。非常に綺麗なブルーでですね、こちらもですね、まあ、普段使いであしにこれはスケッチ対応がまあメインになりますね。なので、まあ、季節から夏に近づくので、まあ、こちらも8ポイントぐらい、これは季節が冬に秋から冬にかけてだとポイントは下がります。これもスケッチ用にしたいなとか、あるいは、リストにしたいなとですね。また少し濃い赤、こちらもあまり良くなかったですね。これはまあ、文字とか、これもスケッチでも対応できますね。非常に心地よい色です。そして、まあ、茶系統も、ありましたが、まあ、もちろん、つくしっていうのはあるので、まあ、これダブル形なので、まあ、6ポイントぐらいかなと思います。これもまあ茶系なんで今これつくしが入ってますけど文字には最適だと思います。そして最後に見た、青緑とか青しかちょっとわからないですけども、これはまあ国用さんのあのマーカーペンと同じような配色ですね。これも普段使いでいくので、文字にもスケッチにも合う感じですね。まだ他にですね、試し書きはしていないのがたくさんありますので、また実際に、購入するときには他のインクも試してみたいなと思いますね。こうして、まあ、じっくりと選ぶっていうのも、非常にいいかなと思います。それは一つは、まあ、シーンですね。各シーンをイメージして本当に、
まあ、これはもの、まあ、こうして、ああいうモンブランのショップですね、接客されながら楽しむ時間というのは本当に心地よくて、また行ってみたいなと思いましたね。まあ、最近は、スタッフの方も、話しやすいので、皆さんもぜひ、モンブランの銀座店に行ってみてはどうでしょうか。はい、今回はインクヌマに登る、モンブランのショップに行って非常に衝撃的でしたね。あんなにですね、知らない世界があるなんて、本当に、一本一本じっくりと味わいたいなという思いでしたね。しかし金額が6800円ぐらいなので非常に高めなので、どうかなというのが私の今の悩みでもあります。本当だったら全食買いたいぐらいなんですけども、まあ、ちょっとそれはできないので、まあ、じっくり考えて、どの一食にするかまたお届けしたいと思います。そして万年筆ですね。万年筆というのは独特な、風合いで、まあ、ペン先のこのしなりからですね、じっくりと始まって、そして指先に伝わって、そして脳にたどり着くという、まあ、一連の動作が非常に心地よい独特な点だと思います。こういう朝の静かな時、あるいは、これから暖かくなりますので公園の、片隅でですね、万年筆と一緒に過ごすというのも、私からのおすすめです。さて、どのインクにするか、非常にこの楽しみの悩みが増えたんですけども、楽しんでいきたいと思います。もしこの動画が楽しかったら、いいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で。